あなたのブロック思い込みが全部これで手放されます。こんにちは、ほなみです。あなたの夢や目標が最小限の力で最大限の力を発揮しながら軽やかに最短距離で叶っていくためのヒントをこちらの動画チャンネルではお伝えしております。ちょっとだけ久しぶりです。今は京都の嵐山に来てます。めっちゃくちゃ京都の嵐山っていいですね。今日はね、もう2023年に向けてあなたがこんなに飛躍していいのっていうぐらい飛躍できるためのお話をしていきたいと思います。最後に嵐山のちょっと景色というかその辺も動画でちょっとだけ紹介できたらいいなと思ってて、もうめっちゃいいホテルに泊まってて、ここ本当おすすめです。気のいいものに触れるってめちゃくちゃ大事なので、喜びのシェアをさせていただきながら、今日の話はもうね、2022年にいらないものを全部手放すためにめっちゃとっておきのワードを見つけたので、そちらをお話ししていきたいと思います。私は10月から特に発信してたのは、あなたがより豊かになるために、豊かさのステージを爆上げするために大事なことをお話ししてきたんですよ。今までの YouTube って見てきました？前回ライブ配信私やったんですけど、その時にもね、皆さんにも言ってたんですけど、本当に10月からの動画を一個一個見て実践してきた人は、100万円降ってきた人とかがもうゴロゴロいるわけ。すごくないですか？これってやってるちゃんとってみんなに聞いたんだけど、いや、ちょっと正直やれてなかったっていう方もちらちらいたので、改めてそのお話をしたいのと、私ずっと潜在意識っていうものについてお話ししてきてるんですよ。で、潜在意識って何かって言ったら、人間の無意識の領域ですね。で、このあたりについて未だに勉強してない方は、説明欄から私の LINE に追加していただけると、無料のオンラインセミナーっていうので勉強できるので、ぜひね、そちらを追加して勉強してほしいんですけど、その潜在意識っていうのは思い込みなのね。で、私たちはこういう風に生きたいとか、こういう風にありたいとか、こんな夢を叶えたいっていうものを、夢を描いた時に無意識的に脳が反応するわけですよ。それは何の反応なのかって言ったら、いや、私にそんなのってできるのかなとか、いや、今までこれできたことないしなとか、これを叶えるためにはこういうことをしなければならないとか、べきとか、ねばならないとか、こういう思い込みが私たちの夢実現の邪魔をいつでもしてるんですね。でも私たちはそのいらない思い込みにとらわれているわけなんだけど、このいらない思い込みを手放すことによって、めちゃくちゃ次元が上昇して新しい自分に出会えたり、え、こんなことで夢って叶っちゃうのっていうくらい大きい規模でね、自分が想像してたののはるかに大きい部分で夢が叶ったりすることって、人間って当たり前のようにあるんですよ。それにとって大事なことを、私はずっと大丈夫、すべて思い通りっていう書籍だったり、決めれば叶うっていう書籍だったり、こちらの YouTube でもザーっと発信してきてるわけなんですけど、そこをね、まだ未だに心が無意識に反応して、いや、そんなんできっこないとか、いろんな言い訳がまだ自動的に出てきちゃう人っていると思うんです。今日の動画ではそれを全部解決します。いやー、なんだと思います？あのね、前回、私お笑い好きなんですけど、アンタッチャブルさんの山崎さんっているじゃないですか、ザキヤマさんですよ。で、そのザキヤマさんのクルーってあるんですけど、ネタがね、最近私もテレビもう何年も持ってないので、ちょっとザキヤマさんがどういう状況かちょっとわからないんですけど、でもそのザキヤマさんがよくクルーってやってたわけです。で、お金が入ってクルーってやったら、ほんまに夫婦でやってた人がお金降ってきたとか、マジで起きてるんですよ。バカらしいでしょ、これ。バカらしいね。今閉じたいで、このチャンネルで。動画ストップしたいなってちょっと思ってるかもしれないんだけど、最後まで聞いてくださいね。私はあることに気づいたんです。やっぱりパラパラとコメント欄、いつもみんなコメントありがとうございます。コメントしてる方でもたくさん奇跡を起こしてる人いるんで、まだ私のチャンネルの信憑性がない人は、ちゃんとコメント欄を見て、その人がどういう状況なのか、どういうエネルギーがその人のコメント欄から出てるかをしっかりチェックして感じながら、このチャンネル全体をね、楽しんでほしいなと思うんだけど、いいなと思ったらいいねボタン押してね。押してないとこないよね。押してね。あ、いいなと思ったらチャンネル登録してねっていつも言ってるわけですけど、その言われたことに対して素直に行動するのが大事なんですね、人間ってね。で、うちのチャンネルは本当に素直な方が多いから、言われたことをすぐやろうとか、やってみようっていうので、どんどん行動して、いいねボタンだったりコメント欄だったりも超盛り上がってるわけなんですけど、ここに対してふてくされてる人間っていうのはやらないんですよね。で、ふてくされてる人っていうのが現実を加速しないんだよね。だから素直に行動するっていうのがすごい大事で、私はいろんな成功者の方にもう20代10代の時からたくさんいろんなことを教えていただいて、私が良かったなって思うのは素直だったんですよ。本当に言われたことをただやろう、素直にね、すっとすぐ、素直にすぐやるっていうのがポイントですからね。
素直にすぐやるっていうのがポイントですからね。素直にすぐやるっていうのがポイントですからね。なのでいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録とコメントお願いしますね、今日の動画に関しても。ほんで今日のテーマはだから、その自分のいらない思い込みをどうやって手放すかっていうことなんですけど、私たちの脳っていうのはもう無意識的に反射的に、もうね、私たちが意識する前から反射的に反応としてパターンが出てるんですよ。パターンを繰り返してるわけ。今まで生きてきた中で信じてきたこと、体験してきたこと、目で見てきたこと、これを全部私たちは真実だと思って無意識の領域、潜在意識に刻み込むんですね。 A だったら B だ、 B だったら C だ、こういうふうに当たり前のように反射的に反応を起こしてるわけ。この反応を止める方法を今日は紹介したいなと思います。あなたのブロック、思い込みが全部これで手放されます。さあ、あなたがね、夢を叶えたいと思って描くじゃないですか。2023年限界を描かなくていいとしたら何を叶えたいですか。ちょっとイメージしてほしいんですよ。限界が本当にないとしたら、こうなりたいな、ああなりたいなっていうのをちょっとイメージしてみてください。でその時に出てくる反応ってあります。例えば、いやそうは言ってもできないでしょとか、今までほなみチャンネル信じて見てきたけどそんな奇跡起きなかったよとか、そういうマイナスの言葉がもし出てきたら、この言葉を使ってほしいんです。いきますよ。例えば、私は来年、年収1000万円達成したいって思った。だけど、いや私そんな今までやったことないしできっこないでしょって、例えばそういう思い込み、マイナスの思い込みがふっと来たら、その時にこの3文字を使ってください。いきますよ。あ、私できっこないしな、からのっていうのを使ってほしいですよ。わかります？ザキヤマさんのネタですよ、これも。からのって言うんですよ、あの方。私大好きなんですけど、本当にお笑いね。マイナスの言葉が来たら、ああ、でもできっこないしな。からの？いや、でも、来年はわからない、やってみようっていうふうに、からのってくると、反対の言葉を脳は作ろうとするんですよね。これ脳の仕組みなんですけど、問いかけると、それに対して回答を、答えを出そうとするのがもう脳の仕組みなんですね。だから、からのっていう言葉を使うことによって、逆の言葉を思い起こそうとするように脳ってできてるんですよ。これをすることによって、マイナスの言葉が出た時に、からのってやると、いや、でも大丈夫っていう風に反応が返ってくるはずなのね。なので、そちらをしっかり持って信じて歩んでほしいっていうことなんですよ。で、本当にやっぱり人間って癖だから、いくらマイナス、いくらプラスのことを考えようとしても、何かね、新しいことにチャレンジするとか、より大きいことをやるって言った時に、やっぱりちょっと不安が出てきたりするじゃないですか。その時にこの魔法の、からのって使ってほしいんですよ。で、これは仲間内でもぜひやってほしい。うちのチャンネルはいつも言ってるんだけど、環境づくりが大事で、どういう人たちと一緒に夢を抱くかとか、特にやっぱりいいのは夫婦でこれができるのが一番いいのね。だから夫婦で一緒に夢を描いて、どっちかがマイナスのことを言い始めたら、からのっていう風に片方のパートナーが言ってあげるだけで、ちょっと笑えてくるじゃん、クスッとね。で、いや、そうだそうだ、前向きにやろうっていう風になるじゃない。これを仲間とか夫婦とか、信頼できる仲間同士でやってほしいから、だから私はいつも言うのは、この動画シェアしてねっていうのは、もちろん私が嬉しいっていうのもそうなんだけど、大事なお友達たちとか夫婦とか、そういう二人でこの動画を共有して一緒にやろうっていうふうにやると、より良くなるじゃないですか。で、私はありがたいことに、本当に大好きな仲間とかはこれら全部ね、共有できてるので、一緒に夢を抱いたりとか楽しみながらね、行ったりとかできてるわけでね。面白いんだけど、本当に本当にありがたいんですけど、私、だから、この9年間描いてたイメージが、本当に全部今年叶ってるんですよ。で、私はね、まだまだもっと大きい夢があって、もっと日本人って素晴らしいし、その素晴らしさを発信したいって本当に思っているし、もっともっと自己肯定感が高い方が増えたらいいなと思うし、もっともっと夢を叶えて自立してね、健康で美しくって、人とちゃんと心で繋がれて、お金もちゃんと自分が喜んで、相手が喜ぶことで入ってきて、後から時間の自由も入ってきてっていう人を増やしたいんですよ。幸せになるためには健康だけでもダメだし、人間関係だけでもダメだし、お金だけでも時間だけでもダメなんですよ。私知ってるんですよ。お金はあるけど信頼できる人がいないっていう人もたくさん見てきてます、成功者の中で。それって全然幸せじゃないのね。だからそれらのバランス、健康だって、健康崩れたら全部崩れるから。健康が全てではないが、
健康を失うと全てを失うっていう言葉もあるんですよ。私その言葉が本当に大好きで大事だなっていつも思ってるんだけど、その心身の健康、その心身の健康が一番の土台になるから、私は心の健康っていう部分でずっとこのチャンネルでその部分を伝えてきてるんです。心の在り方、生き方、その部分が土台にはなるけど、そこで信頼できる人間関係があって、本当に自分がやりたいことで生きていけて、人に喜んでもらえることで経済が入ってくる、そして人を自立させていったり喜ばせることによってそれが循環していって本当にいい人が増えていくと、そういう世の中にしたいっていうのを本当に14歳の時から思ってたんですよ。その時に潜在意識を知って、まあ、これで世の中が変わるって本当に思ったから、それを信じてずっと発信してきてたら、今こういうふうに YouTube でいろんな方に知っていただけてたりとかするじゃないですか。でも本当に日本っていう国がもっと良くなるはずだって思ってるし、信じてる。でも諦めそうになったこと何度もあるんですよ。この国本当大丈夫かよって思うこといっぱいあるんだけど、でも私のチャンネルには本当に素敵な人が集まってきてくれてるし、思いが一緒の方が本当に目の前の人から幸せにしようって、まずは自分が幸せになって、大好きなパートナーとより良くなって、さらに周りの人にそれを循環させようっていう同じ思いの大好きな仲間がもう本当にたくさん集まってきてくださってて、もう最近も本当にその仲間とミーティングしてたらもう涙が出るんですけど、毎回ね、そういう人が増えたらいいと思うし、そういう風な夢を私は描いてるんだけども、絶対その夢が全部叶うってイメージが湧くんですよ。本当に日本人がより国力を取り戻して、一人一人が輝いて良くなっていくっていう国に絶対になる。でもその時までにいろんな揺さぶりだったりとか、お試しだったりとか、別れとかももしかしたらあるかもしれない。だけどこれが将来の日本とか未来とか地球にとって絶対良いことがこれから起きていくって私はもう確信したんですよね、今年。だって9年かけて描いたことが全部叶ってるんだもん。で、私のイメージでは本当に私が生きてる間にできるかわからないけど、世の中は本当に良くなってるイメージは湧いてるから、戦わずに笑顔で楽しんでたら、そういう人たちが新しい肌の地球にね、もうどんどん進化していくっていうふうに思ってるから、もうそれが叶うと思って超ワクワクしてるのね。でもそのためにやっぱり自分のいらない思い込みとかマイナスの思い込みをからので手放してほしいんだよ。これも本当に面白いんだけど、やっぱコメント欄でやっぱりまだまだね、あ、なんか自信がないですよっていう方のとかを見てたら、何がいいかなと思った時にザキヤマさんが浮かんだのよ。からのって、あ、そうか、からのだと思って、これはすぐに年内にみんなにお話しないとと思ったんですね。だから今こうやって動画をまたギリギリの隙間時間で撮れててマジで嬉しいです。はい、じゃあ最後にこのね、京都の嵐山、本当に天気いいです。これ、この映像をまたね、皆さんにお届けできたらあんなというふうに思ってます。年内にもね、まだまだ動画上げたいなと思ってるんで、もう気がいい場所でとにかく撮りたいなと思ってるから、その気をまた皆さんにお届けできたらなと思ってるので、またお付き合いいただけますと嬉しいです。なので、あの、先ほども言いましたけど、まだ潜在意識ね、勉強してない方は説明欄から LINE に追加していただくと無料のオンラインセミナーっていうので勉強できるんで、勉強していただいて、この動画がいいなと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録とシェアしてください。あ、これ一緒に分かち合いたいなとか、この方がマイナスのね、ループにはらまっちゃって苦しんでるなと思ったら、この動画をシェアしてあげて、からのっていう風に一緒にね言って、楽しんで夢を描いてほしいなと思います。2023年のあなたの夢がどんどん叶いますように心から応援しております。また次の動画でお会いしましょう。ほなみでした。じゃあねー。